予定の確認だな。私はただあなたの思いに応えられればそれでよかったのに、はあ、この仮面さえなければ私の人生も。Thank you.
私にはお別れを言う勇気がないの。ねえ、君ならどうしたらいいと思う？え？また会う時までにお互いの夢を見つけて叶える。そうだね。それならお互いその時までつながっていられる。やっぱりすごいわ君は。だからその日が来たらきっと、その時から私は初めての夢を探すようになった。あの子にお別れを言えなかった。だからこそまた会った時に胸を張って夢を伝えられるように、そして二人で一緒にお互いの夢を追い、二人で掴んでまた一緒でいられるように。急にどうしたのよ。ってちょっと！見たのね。反応してたからには見てないって言い訳は通らないわよ。それはクローゼットに入りきらなくてそのまま忘れちゃって。あー、もうだからって。お疲れ様です先輩。前の掃除からちょうど1ヶ月経ちましたね。ニーナって、これタイマー式のビデオメッセージ？